誰かにお願い事をするとき、大切なことは相手がそれを納得してくれることです。当たり前が、よほど機嫌の良い人でない限り、納得のいない願いを、いかない願いを聞き入れてくれる人はいません。その願いが自分にとってばかりか、その人にとっても有用な事柄であれば聞き入れられる可能性が高まります。しかし、それでも聞き入れる、もらえないとなければ、他にもいろいろな理由を並べて願いを聞き入れてもらうように努力しています。今まで学んでいるフリーモンへの手紙は、一人の逃亡した奴隷を元の主人が再び受け入れるようにの願って書かれた手紙でした。前回はその願いを、そのものとその願いを受け入れるようにことが、フリーモン自身にとって、またフリーモンの家の教会にとって大切な事柄を意味していることを学びました。今日取り上げる箇所には、フリーモンがこの願いを受け入れるべき理由がさらに述べられていました。さあ、それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、フィリモンの手紙7節から23節までです。新旧約聖書でお読みいたします。だからこそ私を仲間とみなしてくれるでしたら、おしねもんも私に表迎え入れてください。彼があなたに何を損害を与えたり、負債を負ったりしたたら、それは私の限りにしてください。私、パウロが筆舌で書かっています。私が自分を支配しましょう。あなたがあなた自身を私に置いていることは良いでしょう。そうですね。兄弟よ、私に主によってあなたから喜ばせてもらいたいです。キリストによって私の心を元気づけてください。あなたが聞き入れてくれると信じ、この手紙を書いています。私がいい以上のことさえもしてくれるようでしょう。ついに私のため、宿場の用意を頼みます。あなた方の祈りによって、それらに生かせてくださるように希望しているからです。キリストイエスのゆえに、私と共に捕らえられていると、エバラスが喜ぶしていています。私の協力者たち、マルコ、アリスタルコ、ネマス、ルカからもらいたいと思うことでした。主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにです。前回のはフィリモンの元から逃して、パウロの元でクリスチャンにとってネオシモンのことを取り上げました。パウロはそのオネシモンの元を主人であるフィリモンに再び受け入れてほしいと願っていました。パウロがそれが言う最大願いという最大の理由は、オシレモンがただの逃亡した奴隷ではなく、今も同じ信仰を持った一人の州にある愛するべき兄弟からでした。パウロはフリモンの信仰に訴え、信仰に持ちついて行動するようにで願っていました。そのことはフリモン自身の信仰の問題であると同時に、
フリーモンの家に集まる信仰者たちに対する証していました。口では愛する兄弟と言いながら実際の行動である、あのその兄弟の受け入れる受け入れないとすれば、それを見かせて倒すのも信仰でしかありません。前回の時間の都合で全く触れませんでしたが、パウロ自身はフリモンとオレシモンとの間に起こったことを、神の不思議な摂理の中で起きたことを受け止めるようにと考えありました。十五節の言葉にあるように、オレシモンがフリモンの元から逃れてパウロの元に来たのは、逆説的な言い方ですが、フリモンがオレシモンをいつまでも自分の元に置くことができるようになるためだったらということでした。出来事を神の摂理として受け取れることの大切さもパウロは限りなく教えました。さて、今日の講師は引き続き、フリモンを説得する言葉が続きます。すでに重要な点、前回の故障は十分でに述べられているのですから、ここで述べられている言葉を補足的な説得と知ってもらいたいかもしれません。だから私を仲間とみなしてくれるようでしたら、オレシモンを私と思って迎え入れてくださいでした。パウロが自分の同じ信仰に預かる仲間として、この願いをフリモンに歌えました。人としての権威に歌えて何か命じるではなく、信仰の仲間の頼みとして考えるように願っていました。もしパウロの同じ信仰を持つ仲間として受け入れているようであれば、そのパウロが洗礼を授けたオシレモンをパウロと同じように受け入れるのは当然はずでした。おさげな言い方で、パウロはフリモンにとにネオシボンをパウロ自身だったと、思って受け入れるの欲しい願いとしています。訳に入れば、もしフリモンがオレシモンを拒むとすれば、それはパウロ自身を拒んでいると同じでした。パウロはさらに言葉を続けています。彼が私、あなたに何か損害を与えられたり、負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしてくださりました。私パウロが自筆筆で書いています。私が自身を支払いしまおしようでしょう。実際オレシモンがフリモンに対してどれほどの損害を与えからはありませんでした。ただ俺としてフリモンは使えるいたね、オレシモンがパウロのいるようにところで逃してくれるのは一文なしの飲まず、食べらずできたのは思いませんでした。フリモンの家を出ることにお金や食べ物を持つ逃してしかもしれません。あるいはエレオシボンが いなくなったこと自体がフリモンには損害あったかもしれませんでした。当然オレシモンが当然知って仕事が整ってしまいました。その自由その分の運命合わせをするために損害を破ったということは十分がありました。しかしそんな損害であれば、損害や負債があるのであれば、パウロ自身がそれを受け負いと自分でそれを支払うことを約束していました。損害の値格がどれほどになるかもしれません。
わからないのに、それを自分の彼にしておいてほしいというのは、そのある意味無謀な発言がもしれません。実際、豪中のパウロにどれほどの近似的な猶予があったかもは、想像してみなればわかりましたのことでした。しかし、それでもあえて、このことを口にしたパウロがご自身を身代わり金として命を捨ててくれ去ったイエス・キリストの姿あったかもしれませんでした。パウロにとって、自分が今あるのは十字架で命を捧げてくださったこのキリストがいたかった方からでした。そうであ あるとすれば、オシレオンのために自分を捧げられることはパウロにとっては当然のことと思いのあるでしょうか。パウロは詐欺でなく、あなた自身を私に置いていることは良いとしましょうと付け足します。このパウロの言葉は恩気性が増しい発言と受け入れるのは正しくありません。パウロはフィリモンが救われるのはパウロの影だったと恩を打っているわけではありません。それはなく、何もかしかりの中で生きるの事実、とりわけ神に対して多いことのところは、かり知れないことを思い起こされるの発言でした。神から罪を許されていながら、仲間の罪を許せないとしたら、その神の恵みに無にしてしまうでしょう。さらにパウロは言葉を続けています。今度はフリモンの心情に歌って願いを聞き入れてもらいたいとしていました。それ、そうです、兄弟よ、主によってあなたから喜ばせてもらいたいでした。キリストにとって私の心を元気つけてくださいました。喜ばせてもらいたいと、心の元気つけてくださいとパウロが述べる背景には、このことでパウロがどれほどの心を痛み悲しみを感じのかも感じとかということがあるように思います。私のことと訳される言葉は、表しを意味する言葉をあえて使っていました。ですから、このことをためにパウロがどれほど心痛を感じかと想像することができます。しかし、このネオシモの問題が解決されるなら、それこそ心にが書かれています喜びで満たされることでした。それはパウロの心のそうでしょうか。フィリボンにとっても、オネシボンにとってもそうですね。悲しい結果に終わるのではなく、主に喜びある喜びこそパウロが願っていることのでした。